経営者は私ね、経営者、ブルセラって知ってますか？ブルセラね、それの従業員募集してます。それとね、まだね、風俗許可は取ってないんだけど、例えばこうあるでしょ、でオーダーで、ブルセラでね、動画も販売できるんですわ。動画が販売が1つ2500円。それ許可がいるかどうか調べますわ。それで許可がいるんやったら取り行きますし、それとなんとかな。だからね、それ、50代はね、誰も雇ってないけどね。だからわしが頭つこうって20歳の子って言ってね、それ50代でも愛液の汁とかね、それ出すところを移すんですわ、白い汁とか、うんことかね。それが2500円です。ね。それと、ざっと教えますよ。で、つば、肛門に3つ塗ったやつが綿棒で500円。ね。パン、下着、使用済み下着が、2000円とかね。おしっこも売れます。おしっこが2000円ね。それと、だから、もろもろ込みでね、よだれ一杯いくらとか、愛液に、女と愛液ってあるでしょ。女にすると汁。それ愛液言うんですわ。それ従業員ね、全国から募集してます。交通費も出ます。わしは別にこんなことせんでもいいんだけどね。ちょっと市民も兼ねてね。まあそういうことで全国から募集してます。電話ください。下にね、ここにこう、スマホあるでしょ。この下のとこ三角マークなんですよ。これ押してください。この電話番号と俺が迎え行きますから。これでね、独身に限る。これで俺は懲罰なし。独身に限る懲罰なし。心配せんの、変なことだったらヤクザも全部知ってるしね。だからマフィアの手売り局がそんなこと言うけどね。金持ちは、心配せんの、俺懲罰なし。四国の王族の、落ちの補助金の。で、電話3台ある。ダメだ、許可取ります。で、場所はね、大体、ここから天下茶屋ですよ。木下と3丁目。あとはまた見てください。以上。